と。いや、待ちで。それじゃ、よろしく頼むよ。仕事のジャンプ好きに。まだ全部のマテリアを拾ってないよな。ま、次。まと、ああそう。まと、いや、まんで、それじゃ、し。マテリア20個。さあ、ということで、次。またまた。やっぱり、まんで。それ、仕事の。マテリア20個。さすが、時間も早い。ということで、次。またと。いや、待ちで。それじゃ、仕事の。マテリア20、時間が…おい、かなり早いな。神業レベルだぞ。ということで、これが今回の給料だ。次、また頼むよ。現在、ポーションのキャンペーンを行っています。一般の方、よろしく。どうする？このままここで待つのか？いろいろありがとな。さっさと任務を終わらせて帰ってくる。そん時またな。ああ、またな。どうした？同行予定のメンバーがまだ揃わなくて。急いでるんだから早く。はい。ってクラウド、また一緒か。よろしくね。よろしく。待っててくれ。すぐ呼んでくる。
そういや、俺たちどこへ行くんだ。ニブルヘイムだ。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は…俺は何を話してるんだ。さ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。退屈なんだよな、見張りって。練習でもするかい？練習？ああ、ポーズの練習か。ソルジャーは常に他人の目を意識しなくちゃならないってか。どうだっけ、こうか。うまくなったね。俺、ソルジャーなんかになりたくないんだよね。うろちょろしてると叱られるぞ。うろちょろしてると叱られるぞ。お兄ちゃんたち、村の調査に来たんでしょ。この村には不思議なことがいっぱいあるからね。僕らは村の七不思議って呼んでるけど、早速調査を始める？興味あるなら調べてよ。本当の不思議なのか、種があるのか。一つ目の不思議はね、最近村の飲み水が時々赤く染まるんだ。もしかしたら血？おお、怖っ。そんなことないよね。不思議の正体が分かったら僕に教えてね。調査に来たソルジャーってあなた？俺、ソルジャーのザックス。ファーストね、ファースト。ふーんって。ソルジャー、クラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だね。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。そっか。変な子。赤いマテリアが落ちてる。
この色が染み出したのか。そんなことだったの？がっかり。でもね、今度の不思議はきっと本物だよ。思い出しただけでもブルブルしちゃうよ。その前にね、そうなら話は早いかも。二つ目の不思議はね、あの女の子時々絵から抜け出して村をさまよい歩くんだって。おお、怖っ怖っ怖っ。神羅兵さん、ご苦労様です。
不思議調査進んでる？二つ目の不思議はね、あの女の子時々絵から抜け出して村をさまよい歩くんだって。おお、山の分岐路の先、行き止まりには普通とは違うボムが出るんだ。ここまで来たけど、もう帰らなくちゃ。お兄ちゃんに七不思議のボムの噂教えちゃおうかな。一匹も爆発させなかったら素敵なものが手に入るんだって。
Activating combat mode. Conflict resolved. マコーロへの出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。ニブルヘイムか。なんでメット取らないんだ。関係ないだろ。変なやつ。いらっしゃいませ。ごゆっくり。本当だ、女の子がいない。あ、本当。この子は何が悲しいんだろうな。
やっぱり。しまった。見つかってしまいましたか。お恥ずかしい話ですが、女房に黙ってへそくりをしてましてね。こっそり絵の裏に隠してたんですわ。へそくりは分かったけど、絵の女の子がいなくなる理由が分からないな。ああ、それ。実はこの絵は両面タイプになっていまして、表の絵には少女が座っている、裏の絵には座っていない。この年になると物忘れがひどくなりましてね。今へそくりが溜まっているのか使っちまったのか思い出せなくて、表の時はギルがある、裏の時は空っけつ。こうしておけば分かりやすいでしょ。まあ自分用のメモ代わりですわ。すんませんが、お客さん、女房にはこのことを黙っててください。へそくりって何？まあ大人の世界は分かんないや。どっちにしても全然不思議じゃなかったってことだね。でも今度のはどうかね。お兄ちゃん、まだまだ続ける気ある？じゃあ次の不思議だよ。3番目の不思議はちょっと危険なんだ。ニブルの山にはたくさんのモンスターがいるけど、その中でも一番危険なやつがボムでね、噂によるとね、普通とは違うボムがいるらしいんだ。ボムなのにボム顔じゃないんだって。他とは顔つきが違うって。不思議だろ。そこでお兄ちゃんに調査の依頼。本当に顔の違うボムがいるか証拠を持ってきてほしいんだ。そいつだけが落とすアイテムがあるんだって。ゲットしたら僕に見せてね。これが第3の不思議。何を見ている？この風景、俺は知ってるような気がする。ティファ、あんたがガイド？そういうこと。はい、撮りますよ。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。離れとけ。起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る。だから峰打ちにしてるんだ。私も中へ行く。見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。シンラの企業秘密でいっぱいだからな。でも…お嬢さんを守ってやりな。
ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザクス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔光を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかし、こいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔光に浸されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。魔鋼のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？おい、セフィロス！同じだというのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか？残念だな。お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ？ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。母の細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェネシス、やめろ！ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S
失敗した数多のプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる？お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く。贈り物とともに。待て！わかってる、ティファ。俺から離れるなよ。Combat mode. Oshmai! Conflict resolved.
っしゃー。 Activating combat mode. Conflict resolved.セフィロス、どこへ行ったんだ。何があったの。ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ティファ。ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ。わかんね。わかってたつもりだったけど。そういや、お前ティファとは知り合い。まあね。話したのか。いや、なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか。俺なんかさ、俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる。敵は誰だ。なことはどうでもいいんだよ。なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。金よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし、とりあえず寝る。
もう少し休むよ。セフィロスは神羅屋敷にいるみたい。あのでかい屋敷のこと？あ、そう、昔から神羅のものなの。アリス、やっと通じた。ああ。なあ、悪いけど今取り込み中なんだ。後で電話する。ううん、しなくていいから。わかった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。エアリス、もうちょっとだからね。セフィロスさんは2階の右の部屋らしい。地下通路への鍵が開いている。もしかしたらセフィロスさんは地下かもな。
Activating combat mode. Onward resolved. かないな。もしかして棺桶の鍵が必要ってか？ Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃActivating combat mode.決まった。開かない。Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ。Activating combat mode.Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. 邪魔すな。ハクレ。ハク。決まった。Conflict resolved. おしまい。おっしゃ。開かないな。誰だ。熟睡かよ。そっとしておいた方が良さそうだね。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムーエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムーエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認、マコーロ1号機使用許可。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト、これは偶然なのか？ガスト博士、どうして教えてくれなかった？どうして死んだ？一人にしてくれ。それ以降セフィロスは神羅屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取りつかれたかのように書物を読み漁り、
下室の明かりは決して消えることはなかった。セフィロス。今迎えに行くよ。セフィロス、ひどすぎる。セフィロス。Combat mode. Kagatte koe! Combat resolved.